中村玄高の対極拳土曜日レッスン実際どうなの勘違いしている。対極拳の規定規則。ということで、おはようございます。中村玄高です。なんか違うような気がする。そんなに細かく必要。よくご相談をいただく対極拳の規定規則。 決まりみたいなもののことですよね。本に書かれているもの、テキストに記されているもの、位置や角度、そしてコツのようなものなど、様々ありますが、今回をそれらをどこまで守るべきなのか、やるべきなのか、お教室では厳しく言われるけど、柔らかくて優雅なイメージの対極圏で、そこまでを細かくすること、 結構間違いだらけかもしれませんよ。これだけはやっておいた方がいいこと。そして、そこまで言うほど別にどっちでもいいこと。これについて解説します。今回の内容はとても重要なことですので、しっかり理解していただきたいです。ご自身のことと照らし合わせながら、最後までご覧ください。今回は、まず最初に、 カンカ24式対極拳の21番目の動き、パンラン中をやりましょう。カンカ24式対極拳もいよいよあといくつかの動きまで来ましたよね。そして実際はどうなの勘違いしている対極拳の規定規則をお伝えします。最後にそれを踏まえて一緒にやってみましょう。中村原稿の対極拳土曜日レッスン。 では、カンカ24式対極拳の21番目の動き、パン・ラン・チュイをやってみましょう。パン・ラン・チュイはその字のごとく、パン、ラン、チュイの3つの動きでできています。では、やってみましょう。鏡面で解説します。こちらが皆様の左。こちらが右となります。パン・ラン・チュイは、右手は拳を握って、 お腹の前に構えます。そして左手は頭の上に構えてください。まず手から行きましょう。腰を左へ回しましょう。上の手はちょうど顔の前のあたり、上から下に押さえます。そして下の拳はちょうど上の手の脇の下のあたりからゆっくり持ち上げて、裏剣、拳の手の甲側で打ちます。 この時に下の手は腰の前のりに押さえてください。これがパン、裏剣で打つ。もう一度行きましょう。お腹の前と頭の上です。下に押さえながら、脇の下からゆっくり持ち上げていきますね。入れ替えながら、裏剣で打ち出します。この感じです。そして次、ラン、前の手の拳を内側に回しながら、腰を右へ回しましょう。 丸く大きく楕円を描くように回していきますね。このあたりから拳を返していきながら腰に引きつけつつ、横の手はちょうど胸の前のあたりを押さえましょう。内側に押さえます。この感じです。そして注意。下の手、拳を縦剣に変えていきながら前に打ち出していきましょう。この感じです。内側の手は拳の内側に自然に添えています。もう一度行きましょう。 頭の上とお腹の前、腰を左へ回します。下に押さえながら、裏剣で打ち出しましょう。パン。腰を右へ回しながら手首を返して、胸の前を押さえながら、後ろの拳は腰に引きつけます。ラン。腰、おへそを正面に向けていきながら、縦剣で打ち出してください。チュイ。 これがパンランチ。では、足をつけてやってみましょう。まず、足だけ。足は、左足のつま先を若干外に開きましょう。右足のつま先は外側に軽く添えてます。少しだけ膝腰を緩めますね。そして、前の膝をゆっくり内側から持ち上げながら、少し丸く回して、上から踏むように、かかとから着地して、ぐっても踏んじゃいましょう。こんな感じです。そして、後ろの足をゆっくり引き寄せて、 前に一歩進めます。ここですね。そして、後ろ足でぐーっと押して、最後、足はゴンブーと言って、横からいましたら、前の膝が少し曲がり、後ろ足で押し出してます。もう一度行きますね。斜めの方向に、つま先、若干内側です。膝をゆっくり持ち上げながら、丸く回して、上から踏みます。ここです。そして、前足に重心移動。 後ろ足をゆっくり引き寄せて、かかとから着地です。後ろ足でぐーっと押していきましょう。これがパンランチュイの足です。では、手をつけてやってみますね。ここから行きましょう。お腹の前です。拳です。左手は頭の上ですね。ここです。下に押さえながら拳を内側から持ち上げましょう。この時に膝も持ち上げます。膝を少し内側から外側に丸く回しながら、 裏剣で打つときに上から踏みます。ここです。これパン。内側に回しながら腰を右へ回しましょう。後ろ足をゆっくり引き寄せて、かかと着地でラン。胸の前に押さえます。ここです。チュイ後ろ足からゆっくり縦剣で打ち出しましょう。力を伝えていきましょう。この感じです。この拳の位置はちょうど胸よりも低く。 腰よりも高いぐらい。できればこの辺、垂直ですね。水平ですね。この感じです。もう一度行きましょうか。頭の上です。内側です。下に押さえながら膝を持ち上げて、裏剣で打ちながら上から踏みます。パン。腰を回しましょう。丸く回します。胸の前に押さえて、ラン、腰に引きつけますね。注意、縦剣で打ち出します。 はい、このパンラインチュイは肝下カカ24式対極拳では数少ない拳を使う動きなのでかっこよくそして肝カ下カ24式対極拳では唯一踏み込む足に最初から体重を乗せる動きがありますよねこのチュイという縦筋でつく高さこの高さはどこをつく高さがご存知ですか高さがまちまちちだと ちょっとかっこ悪くなってしまいますので、実際に打つことはありませんが、武術的な狙いを知って、パンランチューの注意をすると、よりかっこよくなると思います。最後のこのパンランチューの注意。この拳の縦剣のつく高さはどこかと言いますと、どこを狙っているかと言いますと、相手の肝臓部分です。いわゆるリバーブローなんですね。ちょうど腰の まあ、いわゆる肋骨の下の部分から腸骨この骨の間ちょうどこの辺骨ありませんよねここを縦て剣で打ちますですのでちょうど自分の腰に構えたところというのはそもそもですね武術のなぜここ腰に構えるのかというと骨のないこの部分を守っているんですそこと同じ高さをつくことによって相手のちょうど肝臓という、まあ、急所に当たるここがパンランチュの狙いどころです なので、高くすることもなく、低くすることもないです。ちょうど腰からまっすぐ若干高め。ちょうどこのあたりですね。肋骨の下部分ですね。を狙っている。これがパンランチの注意の狙う場所です。では、その高さを意識しながら、もう一度だけやってみましょう。頭の上、お腹の前です。ここからですね。下に押さえましょう。膝を持ち上げます。 内側から外側に回しながら、裏拳でパン。体重を最初から乗せていきましょう。腰を回します。胸の前に合わせて、ラン。縦剣で打ち出しましょう。縦剣のこの高さですね。ちょうど肝臓のあたり、肋骨の下あたりを狙いましょう。注意です。中村原稿の太極拳土曜日レッスン。決まりや規則と言っても、それは 絶対的なものなのでしょうか対極権の動きや形について指摘を受けること、評価されることについては人それぞれ違ったりします。まず、教科書に書いてある規則について、決められたルール、手の形、足の形、高さ、位置、どっちの方向へ向くかなど、しかしそのルールというのは事柄によっては 幅があります。なぜなら、太極拳は機械的なものではなく、人それぞれの骨格、体質、習慣によって異なることがあるからです。これについては、後ほど詳しく説明します。次に、人の評価について、二つ言います。一つ目は、こだわり。こだわりとは、個人の好みです。もっと言えば、 好き嫌いですね。そうしなければならないものではなく、こうした方が自分は好き。こうした方が自分がやりやすい。自分はもっとこうしたい。こだわりとはしなければならないものではなく、自分が自分に対してこだわる。こだわっているもの。二つ目は、偏り。これは私なりの考えですが、 偏りというのは、こだわりを自分以外にも強制することだと思っています。自分が好きでこだわっていること、それは全く問題ありません。しかし、自分以外の人が自分のこだわりと異なったとき、それが間違っていると指摘してしまったりして、自分のこだわりを押し付けてしまうこと。これは最初に言った規則についても言えることで、 規則には幅があります。その幅でさえも、教科書に載っていること以外をすることは間違いだと主張し、指摘することも偏りになります。一番大変なのは、この偏りですよね。こだわりが強すぎて自分以外に強制してしまったり、人から強制されたりすると、それは偏りになってしまいます。この偏りにとらわれてしまうと、 間違いだらけの体極刑になってしまう可能性があります。この偏りによって体極刑が心地悪くなってしまったり、膝を痛めてしまったり、怪我をしてしまったり、お教室での人間関係が悪くなったり、どうでもいいことに囚とわれて無意味なことで体極刑が嫌になってしまわないよう、規則の幅について解説します。実際どうなの 勘違いしている対極圏の規定規則。まず一番多いのが角度です。これは教科書の通りに行わなければならないのではなく、その動きは教科書に記された角度が自然に動きやすいであろう角度だということです。これはルールではなくコツです。やりやすさです。しかし、競技や審査などをするときには 指標として教科書に書いてあることを基準にするので、これを細かく言う人がいます。決まりとしての教科書の角度。15度、30度、45度と書かれていて、この角度を絶対に守らなければならないのでしょうか。優雅な太極形のように見えますが、実は細かくこのような角度にすごく気をつけ、 それを守って対極拳をしているのでしょうか中村玄光の対極拳土曜日レッスンはい、ということで実際どうなの勘違いしている対極拳の規定規則、角度についていきます。とその前に、管二24式対極拳全体を通して動きたい方、また覚えたい方は 概要欄におすすめの動画のリンクを貼っていますので、そちらを見てやってみてくださいね。では、実際どうなの勘違いしている対極拳の規定規則を言ってみましょう。対極拳の教科書の角度。実はこれ、どうでもいいんです。と、私は考えます。15度、30度。 45度とありますが正確に分度器で測ったように実際にできますか感覚でやっていませんか例えば15度の場合ちょっと角度が大きいと教科書に15度と書いてあるからその角度は間違っていると指摘する人がいますがはい15度だとよくわかっていますなんですが でもそんなに細かく守る必要がない理由が実は二つあります。まず一つ目。競技、大会のルールの観点からの理由です。私は実は元全日本強化コーチでした。全日本大会へ選手を育成し、国際大会で高い順位を獲得させるためのお仕事です。競技は たったの一つのミスで0.1ポイントが減点されこの0.1ポイントの差は大きい時では3位から5位ぐらいの順位の差が出てしまいます決められた角度の減点については0.1ポイントの減点ですでは教科書に記されている角度から1度でもずれたら減点になるのでしょうか答えは違います 原点にはならないのです。これ、えー、びっくりですよね。今、驚かれた方、多いんじゃないですか競技のルールにおいては、対局圏の角度について、45度以上角度がずれた場合、0.1ポイントの減点となります。ということは、教科書の表記が15度だとしても、15度、30度、45度でも減点にはなりません。 教科書に表示されている角度から45度以内の角度の幅があるので、例えば15度という表記であれば、ここを中心に左右45度の幅であれば、その選手がやりやすい角度であればいいのです。だから私はどんな角度でも斜めという表現で皆様にお伝えしています。15度や30度とこだわること、強制して 偏る意味は全くありません。こんなことにこだわったり偏ったりする意味は全くないですし、それを15度だ、30度だと主張し、人に非難指摘することは間違いです。だから、斜めという感覚でいいんです。太極拳の本質は、やりやすく動きやすいこと。例えば、ドンジョウでもガオタンマーから斜めに出て、 斜めに蹴りますよね。この角度は必ずしも教科書に書かれている細かい角度にとらわれることなく、蹴りやすい斜めに出て、蹴りやすい方向へ蹴ればいいです。この角度に一気一憂する必要はありません。太極拳は自然にと言ってるじゃないですか。その斜めが自然であれば、それでいいんです。 実際国際ルールとしても、対極拳では45度の幅が OK ですから、結局斜めでいいんです。角度について、これからは自由にやりやすい角度で動いてください。もし細かく指摘する人がいても、気にせずやりやすく動きやすい本当の対極拳をしてくださいね。お教室で厳しく角度について指導されることがあるかもしれませんが、 本質を理解してください。これは手の高さや腰の高さにも同じことが言えます。イエマーフェンゾンの前の手の高さですね。これは喉の高さぐらいと言われていますが、実際には胸の高さのあたりから鼻あたりの高さぐらいまでも大丈夫ですし、今回のパンランチューのパンの拳も同じことが言えます。 ドンジャオの蹴る高さについても腰の高さのあたりと言われており低くてもいいです大会などで見る高すぎるドンジャオは審判へのアピールのために高く蹴っていますが対局系のドンジャオの教科書には腰の高さまたはベルトあたりの高さとしていますこの教科書の高さが基準的な規則だとしたらあの高いドンジャオは完全に限定対象となってしまいますよね でも、減点対処にならないということは、低くても高くてもいいんです。太極拳は自由です。体の動きにとって自然であること。これが一番の要求です。教科書に書かれていることは、自然に動きやすい道筋、軌道であり、より動きやすくするための基本的なやり方です。 そこには人それぞれのやりやすさ、動きやすさという幅があります。教科書の通りでないこと、自分でやりやすい対極権をしたとき、教科書と異なっても何の問題もありません。対極権への関わり方は自然で人それぞれ、中国で自由に動いているような優雅な対極権こそが本来の対極権であり、規則に固められてしまった対極権が 本質ではありません。大会や競技、検定に参加する方は3つの段階で確認してください。1つ目には教科書に書かれていること。そして2つ目に実際に動いてみての感覚。そして3つ目に審査基準、ルールです。審査や審判のルールの範囲内であれば自由でいいということです。 間違った考えのルールにとらわれることはなく、自由にストレスなく対極拳をすることが生涯楽しめることにつながります。対極拳の自由で優雅、そして何より自然という本質を忘れずに対極拳を続けられたらいいですよね。では今日のポイント、自然で自由で優雅を踏まえながらスムーズに 滑らかにパンランチューをやりましょう。最初には手の動きをやります。初心者の方はなんとなく真似してみてくださいね。ベテランの方はしっかりと表現してください。では、鏡面で行います。こちらが左。こちらが右です。右手は拳を握ってお腹の前に丸い状態で構えましょう。左手は頭の上です。柔らかく下に押さえて。 拳は内側から回して、裏剣で打ち出します。拳を内側に回しながら、腰を右へ回しましょう。胸の前に内側に押さえながら、拳は拳腰に構えます。そして、縦剣で打ち出しましょう。この感じですね。もう一度行きましょう。頭の上とお腹の前です。下に押さえながら、裏剣で打ち出します。パン。 内側に回しながら丸く回しましょう。腰に引きつけながら胸の前に押さえます。ラン。縦拳で打ち出します。高さ意識しましょう。チュイはい。では足をつけましょう。左足が後ろです。右足がつま先、内側ですね。頭の上とお腹の前です。下に押さえながら膝を持ち上げましょう。裏拳で打ち出すときに 上から踏むようにして着地しましょう。パン。腰を回します。胸の前に合わせて一歩踏み込みましょう。ラン。縦剣で打ち出します。チュイはい。肩幅に揃えましょう。下に押さえながら立ち上がります。左足を揃えてください。 中村原稿の対極拳土曜日レッスンはい、今回は実際はどうなの勘違いしている対極拳の規定規則についてお話ししましたポイントは間違った考えのルールにとらわれないでしたねこれを意識して練習してください今回お話しした内容はとても重要なことですので 動画を見返してしっかり理解していただきたいです無理のないよう楽しんでくださいね太極拳についての疑問や質問がありましたらぜひコメント欄へお願いします動画でお答えします今日のレッスンが楽しかったためになった方はグッドボタンよろしくお願いしますではまた来週のカンカ24式太極拳オンラインレッスンでお会いしましょう 中村玄光でした。